はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロ2033リラックス。続きやっていきます。仲間がやられてしまったので、ミラーが一度、そいつをポリスに連れて行くそうなので、ここから先は一人で文章を探さないといけない。ライブラリアンっていう、またちょっと恐ろしいのが増えたので、目を合わせてはいけない。これのことじゃないもんね。これも十分気持ち悪いけど、撃てば離れてくれる。目を合わせてはいけない。嫌な音がする。え、こっち入れない。入れた。いやー、これ嫌だな。これすごく嫌だ。再び一人になってしまった。そして間もなく恐怖の深淵を覗き込むことになるだろう。あ、これライブラリアン。目を合わせるなってえ、実は臆病なの。あ、思いっきりいるじゃん。目を合わせない。目を合わせない。あ、え、ちょっと待って、目合わせてないけどちょっと待ってくれ。まだ何もしてないぞ。こっち、この辺じゃないもんね。ちょっと攻撃してみようか、試しに。こちらからしてはいけない。あれがライブラリアンだもんね、多分。え、消えた。え、え、消えたよ。絶対あっち行ったらまずいと思うああっノーミラーの言いつけを早速破ってる。ちょっと倒せるなら倒してよ。倒せそうにない。これはめちゃめちゃ硬いぞ。これはあ、来てる。勝ってー。倒さないと落ち着けない。これは硬い硬い硬い。どうした。え、これライブラリアンだったのかな。目合わせなくても襲ってきそうな勢いだったけど。さあ、文章を探しますか。まだいそう。あー、倒せるもんなら倒しちゃおう。全員倒しちゃおう。来てるもん。ポン。来てる。見て、ノーレンだ。オーラ。リロード。ショットガンの弾がな、ちょっと別の武器使おう。あ、いる。あれ、弾全然ないんだけど。弾が全然ない。こっち行っちゃおう。しまった。いや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 、うんうん、うお、あ、しまった、しまったよ。こっちか。なっ、やっぱ戦わない方がいいな。ミラーの言いつけを守りましょう。だけでもどのタイミングで行けばいい、あっちに行ける？あ、痛い。治療来て、とりあえず進めた。やめて、離して、なあなあ、やめて、なあとトラップしたい。あ、恐ろしい。フィルター交換、フィルターも残り少ないな。違う。ああ、新しいガスマスク。ああ。またいたよ。こっちか。の、あ。向かいにいるだろう。あっ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 、ダメだこれ。お、誰か助けて。あ、行き止まり。やばいよライブラリアン。こんな戦わざるを得ませんやん。あっち行っちゃおう。よいしょと、この辺か。コンパスがこの辺で回り始めるけど、こっち行けない。やばい、フィルターが。どこに行けばいいかな。一旦上戻ろう。ああ、入ってくるな、入ってくるな。リロード弱か。開かない。あ、開く。ああ、うわ、一体どこを歩いてんでしょう僕は。やだ、来てる。あれ、あ、下降りちゃった。これやっちまった。あん、いや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 、あ、違う、行き止まり、こっちだっけ。こっち進む。ここ降りたらダメなんだ。ジャンプ。ジャンプしたいけどこっちなんもないな。戻る。ここから出るわけで出たいよ、もうここ。あっ、やばい。あ、あ、え、転んだ。え、なんか来てる。うお、あ、いや、抵抗しま、あ、あ、え、ライブラリアンが助けてくれた。あ、あ、あ、え、やっぱライブラリアンいい子なの。あ、ちょっと待って、いい子じゃない、全然いい子じゃない。こっちドア開く？開く。地下の倉庫区画はとても恐ろしい場所だった。僕はどこで何を探すべきかの見当すらついていなかった。だがこれまでの努力を徒労に終わらせるつもりもなかった。グレートライブラリー。もう嫌だ、ライブラリアン。待って、まだいるんだけど、めっちゃいるんだけど。いやー目を合わせなければ大丈夫？本当に？ゆっくり動くよ、ゆっくり。断層がちょっとある。目を合わせなければ大丈夫。失礼しました。なんもない。深いな。あっあっあっ、ノッ、汚い、崩れちゃったよ。あ、いや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 、来やがるわけではない。本当に文章を探しに来たのか、ここに。ジャンプ。あ、落ちた。あ、ダメだ。あーかー、なあ、やめて。上に登る。上に登ったはいいけど。こっちか。落ちてる。片っぽだけ。ああ、もう完全にホラーゲームじゃん。こっち行く。刻も早くライブラリアンから離れたい。あっ、おい、あっ、おっもうどこ行ってもいるライブラリアン。こっちか。もう手当たり次第道なりに。ぐるぐるいってるよ。あ、寝てるのかこれ。起こしはしません。まだあっちか。そろそろありそうな予感。いびきかいて寝てる。ここか。閉じた。あ、ありそう。ここでライブラリアンドーンとかやめてくれよ。 D6 あ、音そんな雑にやらなくても。これでもない。ん ?D6 あった。ここを開けると何もいない。D6 関連の文書は発見したものの、ミラーはまだ戻っていなかった。彼の助けなしでは図書館から生きて脱出できる確証などない。だがそれでもやるしかなかった。スパルタを目指して。ここから脱出しないと。早くしない。日が落ちてしまう。あ、てかもう夜だ。あー、え、おお、引き殺した。どこに行くんだ相棒。50発で連れてってやるよ。ミラー、やったなアルジョム。正直死んだのではと思ったよ。何か見つけたか。D6あった。よし、出発だ。それでどこに向かう。教会だ。カーンというのに聞き覚えは。お前を探す手助けをしてもらった。どうやったのかわからないけどな。カーンは知ってる。音楽はいらないか。もちろんかけてくれ。うわ、フロントガラスすごく見づらいな。いや、図書館恐ろしかったそしてこの車は見たことあるな、プロローグで。スパルタ基地。俺は通信傍受を任された。レンジャーの基地内を探索して物資を補充しミラーを探す。さあ物資を補充しますか。ちょっとやあアルトメ、ウラジミールだ。ウラジミール、好きなものを使ってくれ。なんかいい武器はないかな。ん浄土メトロじゃこんなもの手に入らないよ。最新の軍装備だ。まさか命の値段は法外なのさ。まさかあげちゃったのかなあれだけどこの辺無料で買えるんだ。全部無料でもらえる。素晴らしい。ヘルブレス、とりあえずヘルプレスもらって、これなんだろう。マシンガン、弾薬の消費量が多い。とりあえずヘルプレスだけでカスタマイズにお金もあ取んない。リフレックスサイト素晴らしい。バッテリー、レザーサイト、あつけ放題だ。いろいろつけちゃおう。リフレックスサイトがよくて、サイレンサーもつけちゃって、レーザーサイトもつけちゃう。リフレックスサイトのサイレンサーつけて、拡張マガジンつけよう。あ、いいな、ここ。あ、弾薬ゲット。ショップで武器ショップ、これまでの武器ショップでお金を使わなかった甲斐があった。日記ゲット。さあとりあえずこんなところかな。ミラー、ミラー、ミラーどれだっけミラーじゃない。こっちは、あ、上行けんのか。日記あった。あ、カーン。レンジャーが自ら作り上げた素晴らしい基地だ。久しぶり。ポリスからの協力は得られなかったらしいな。これからどうする？沈黙がレンジャーになりつつあるな。これから進む道をよく見るといい、アルチョム。そしてその行く末を考えるんだ。蒔いた種は刈らねばならん、アルチョム。武力は武力を呼び、戦いは戦いを生み、死は死しかもたらさない。この悪循環を断つには、考えや疑いを持たずにただ行動するだけではダメだ。さてアルチョン、少し話し込みすぎたようだな。行かねばならん。また会おう。また会おう。ミラー、役立ちそうなものはないな。手がかりくらいか。D6 までの道筋は示されている。ならばそこが目的地だ。準備はいいか。準備 OK。 さて状況はどうだ。ウルマン、準備万端か。巻きなら万端です。ウラジミールは準備 OK です。そっちはどうぞ。それなら出発だ。全員揃ってる。あれカーンは来ない。来る来ないね。のんきに口笛吹いてるけど。フィルター買ってなかったけど大丈夫かな。そもそも売ってたのかなフィルター。フィルターはないっぽいな。おやおやおや。古い教会の地下牢だ。乗り物がある。闇に包まれたトンネル、がたつく車輪の音、鼻につく死の匂い。 D6 への旅はそんな中で始まったが、ようやく終点に近づいている気がした。終点、もしかして終わり近いのかな。第6章 D6。 地図によれば D6 に通じる道は複数ある。最も近いのはキエフスカヤ駅の近くにある施設を抜ける道だ。そのルートを使おう。キエフスカヤ、その駅の奇妙な噂を聞いたことがある。トンネルで爆発があり、多くの人々が生き埋めになってしまった。噂では彼らは生き延びたものの、もはや人間の姿を失っている。その後、奇妙なものがトンネルで目撃されているとします。君のような何か。なんだ、デタラメだろう。もちろんそうさ。誰が信じるか。待って、そのトンネルで見かけたっていうのは、なんかカーンと一緒に行動してる時に見た、あの人の黒い影みたいなやつじゃなかったか。で、アルチョンどうした。あ。前後ある。え、誰かいる。あれ、え、ミラー。キロアルチョム、目を覚ませ。よし、意識を取り戻してきた。ライトおしまい、眩しいだろ。アルチョム、大丈夫か。立てるか。アルチョム、一体どうした。もうすぐだ。エアロックがあるぞ。時々なんか変な幻覚か何かを見るけど。くそ、ここはゾッとするぜ。ボリス、ゲートを調べてみる。制御装置が粉々だ。回線も全て切られている。ウラジミール、道具を用意しろ。扉を開けるぞ。アルチョム、ここに残って警戒を頼む。入り口は軍だ。警戒。くそ、話が難しくなった。おお、なんだこの武器。あ、解放者。よし、いいぞウラジミール。最初のブロックを探せ。ウルマン、いいか。最初にワイヤーを設置し、合図でスイッチを入れるんだ。よし、外に何かいるぞ。ちょっと長くなりそうなので、じゃあ今回ここまでしようかな。さあ、もう最後に近い可能性が高い D6 が何なのかを目指してまたやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。